ジョージアルヒの野口です。今日はね、行きたいところがあるんですよ。そう、衣装屋さんに行きたいんですよ。コロナの影響でね、ずっと閉まってたのがようやく営業再開したんで、ちょっとね、今日はね、新調した衣装がね、たくさんあるんですよ。開いたって言ってもね、以前はずっと日中営業してたんですけど、なんか今はその観光客がいないので、夕方からだけの営業になっちゃってるんですね。なんでかっていうと、その観光客の方にチョハを売ったりだとか、あとレンタルサービスとかもやってるお店なので、観光客が来ないとあんまり日中営業してる意味がないみたいなんですね。でもね、現地の人もね、みんなお世話になってるその衣装屋さんなんで、僕はいつもそこで衣装を買ってるんですけれども、今回はね、久々に買い物に行こうと思います。店内の撮影許可がもらえたんでね、ちょっとだけ店内のね、撮影をしながら行ってみようと思います。それでは早速行ってみましょう。頑張るジョバン。Good, good. Okay, perfect. Yeah. And then, shall we chop us up? Let's chop up. Yeah. Yep. ちょっと長いかな。グゼリア。グゼリア。そう。グゼリア、no problem. This. Change.Wow, perfect. Okay, okay. Good. Non più trai parlo ogni amoroso notte giorno.キラブデバツ、ロシャオブセハラ、キラブデバツ。キラブデバツ、キラブデバツ。エハラ、あと、ダラビス、サミゲアディアル。アティノ。ラアスイラ。マジマジ。アスイラ。サミツベ。アスイラ。オッケー。サブディ。はい、というわけでね、帰ってきたんですけれども、風強い。実はね、いろいろ作り直したりとかしてもらってて、最近結構あそこに出入りしていたんですけれども、いろんなものを買ったんですよ。せっかくなんでね、紹介していこうと思います。まずね、この下に着るシャツ、チョハの下に着るシャツがあるんですけれども、これのね、黒いやつを新調しました。
白いのは持ってたんですけどね、黒いの持ってなかったんで見えにくいな。それとこの黒い、この黒いズボンとアチャルリっていう踊りのズボンとベルトとアチャルリの上の衣装とこの帽子ですね。これがアチャルリっていう踊りの服装一式になります。それとあとブーツですね。すごい内股とさっきのパパヒとこの黒いチョハですね。最後にまあこんな感じでね、あの店レンタルもやっておりましてですね、観光客向けとかにね3日で100ラリでチョハをレンタルできるっていうサービスもやってるんで、ぜひねチョハを着てみたかったりね買ってみたかったりする人は行ってみてください。この動画が良かったら高評価の方よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録もぜひぜひお願いします。それではまた次回、グッドガモイツルートアルヒ、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。